カール野党、カール野党は、ドイツの航空パイオニアで、動力飛行を成功理に行った証拠を持つ、最初のドイツ人、ハノーファー生まれ、同地で没。野党の服用期1896年、ハノーファー市当局の技術検査官として、野党は、町外れの社庫で、彼にとって最初の滑空式飛行機械を作った。初飛行に飽き足らず、また同年に起きたオットーリリエンタールの知識的な、 墜落を心配して、野党は自分の飛行器具を継続的に改良することに取り組んだ。1903年8月13日、すなわち、ライト兄弟による初の動力飛行の3ヶ月前、野党はハノーファーのファーレン・バルダーハイデで操縦不能な動力飛行を行った。このことは4人の目撃者によって公的に認められている。野党の飛行機は副用機で、 翼面積は36平方メートル。尾翼はないが、操縦翼面としては、方向だと昇降打を備えていた。10馬力の内燃機関で、推進式プロペラを回す構造だった。地上30センチメートル足らずの高度で、約20メートルの距離を飛んだ。野党はこの成果を3ヶ月後には、距離80メートル、高度2.70メートルにまで改善した。 ハノーファー飛行機製作者を設立し、試作機を発展させた。例えば、副用グライダー野党2号を1907年に、そして、鉄の鳩頭を1911年に作り、同年に、野党は、校舎で初めて、ハノーファー周回飛行をしている。しかしながら彼の会社と彼が設立した飛行学校は、軍が関心を持たなかったために、あまり成功せず、どちらも九百十四年には閉鎖した。 カールやトー自身、自分が服用機での初飛行に使ったエンジンを継続的な動力飛行のためには弱すぎるとみなしていた。到達高度はごく小さかったし、離陸には下り坂を利用していた可能性もある。それでもやはり現代的飛行の重要な要素は、カールやトのなどは価値が高く結びついている。例えば操縦者の座る、コックピット、動力の装備、そして、 何より滑走路である、野党式、動力ハンググライダー2号のレプリカが2006年の半ばに完成した、2006年9月3日に計画されていた、ハノーファー空港での公開飛行は悪天候のために、延期された、ありがとうございます。